はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回はですね、 DB パワーさんの、ハッカーというモデルですね。この小さいドローンをですね、購入しました。このドローンはですね、カメラが内蔵されているんですね。 HD 画質で720、あとはジャイロが積んであります。非常にですね、飛ばしやすいということでレビューがありましたので、早速充電してちょっと広場までね、来て試してみたいと思います。ペアリングはですね、すぐ至って簡単でですね、コントローラーとその本体の電源を同時に入れることによってペアリングができるそうです。そしたらですね、すぐに飛行に入れるということで。で、これの特徴の一つとしましてですね、コントローラーが単4電池2本でいきますので、まあ、充電じゃありませんので、まあ、持ちもだいぶいいですし、充電式ですとね、意外にコントローラーの充電もですね、気を使わなければいけないので、まあ、あとは本体の充電を、まあ、しばらくかかりますけども、しっかり満充電をして、それで飛ばしたいと思います。まあ、一番小さな撮影用ドローンなんて書いてありますけども、実際飛ばしてみたいと思います。まあ、要はですね、このホバリングがどのぐらい安定して操作できるかということで、まあ、それに尽きると思うんですよね。ドローンそのものの取り扱いに関しては、今までのね、白いドローンで慣れてますので、あとはホバリングがどのぐらいできるかですかね。これで今同時に電源を入れましたので飛ばせる状態になっているはずなんですけど、あとこのプロペラでですね、後でまあ講述しますけども、ちょっと特徴があります。はい、それでは飛ばしたいと思います。このようにですね、ちょっとまっすぐ上がってってくれて、あとは結構ですね、早い段階でスピードが乗ってしまって風に流されてしまいます。でこの時も若干の風はありました。なので、まあ、すぐ、まあ、落下したんですけども、その落下する際にですね、やっぱり自動的にですね、ホバリング状態になって落下しないもんですから、完全に上から落とした感じになりますね。でその時にプロペラを破損したりしてしまうということですね。で2回目のチャレンジですね。2回目も普通に飛んだんですけども、やっぱりちょっと遠くといいますかね、上昇を高くしますと、それだけでまたどっか行ってしまいますね。コントロール不能になってしまいます。で今回はですね、だいぶ飛んで茂みの中に入ってしまいまして、で落下しているところを、まあ、探してですね、見つけてまいりました。すごくですね、飛距離が長いですね。でこれで3回目回そうとしたんですけど、おかしいなと思ってよく見たらプロペラがですね、1本折れてましてね、このようにですね、プロペラが1本折れてまして、交換しないと飛ばせない状態でありました。このまま飛ばそうとしてもですね、ひっくり返ってしまったりして、その場でひっくり返ってしまったり、まあ、全く飛びませんので、まあ、そんなところを気をつけた方がいいということですね。じゃあ今回はこの辺りで失礼いたします。